1489年に書かれた、ベギン会の女性ベルギー・ルーベンの、クルート・ビッグ・イー・ウンホフ。ベギン会は、中世ヨーロッパで発生した、反省・反族の姉妹団である。修道会とは異なる。その専用居住集落たる、ベギン会修道院は、中世においては、現在のベルギーの主要都市のほとんど全てに存在し、流星を誇ったが、フランス革命時、 革命防衛軍の侵攻によって接収され、資産を没収されたことなどを契機に衰退に向かった。ベルギー、オランダでは、その跡地が現在も保存されており、うち、ベルギーの13カ所は、世界遺産に指定されている。ベギンは、修道所とは異なる。13世紀に生まれた、ベギン界は女性たちの互助組織として、独自の共同体を形成していた。結婚か、 中道院に入る以外に人生の選択肢があまりなかった時代にあって、教育、執筆、看護、職婦関連産業などの多様な分野での活動の機会を生み出し、様々な境遇の女性の集う場となっていた。また、ベギンホフを出れば結婚も可能であったと言われるが、必ずしも推奨されていなかったと見られる時代、地域もある。ベギン会の組織としての性格であるが、 広域的なネットワークを持つ、統一的な組織は形成せず、共通の指導者、快則、創始者なども存在しておらず、会の実態は、地域ごとの婦人会のようなもので、一つの都市に複数の会が存在する状態であった。その生活様式は、両親との同居や、仲間数人との共同生活の他に、単独居住なども含んでいた。 現在のベルギーにあたる地域では13世紀中頃に、ベギン専用居住区たるベギンホフが形成され、その外に住む女性は、ベギン風の生活をしており、ベギン風の衣装をまとっていても、ベギンとみなされるべきではないとされた。この女性たちの動向は、そのため、海というより、自然発生的な運動とみなす研究が20世紀中頃までに、主流となった。女性のベギンに対して、 半生半族の生活を送る男性はベガルドと呼ばれたが、その数はベギンに比べると問題にならないほど少なかった。男性の場合は安全な住居の確保の必要性が薄かったためと考えられる。ドイツのベギン界の修道院、ベギンの出身階層は危険のものから仮想民まで全ての階層にわたり、ドイツでその数20万と14世紀初頭の資料にはある。 15世紀後半ケルンに106件、ストラスブールに85件、マインズに28件、バーゼルに22件のベギン海の家があった。宿舎の収容能力は、普通、10人以下、多くても20人止まりであったが、リューベックには100人以上を収容できる宿舎が5件、存在していた。ベギンは、当初、主に都市の上、中階層と地方の貴族階層の出身者であったが、 次第に仮想階級出身の女性たちが増えるようになった。しかし、生族の貢献力によって禁止命令や圧迫を受け、会の数は減少したが、宗教改革後は活性化し、17世紀にはブルッセルのベ銀ンの家に約1000人の女性が生活していた。女性の集団であるため偏見にさらされることも多かった。一方で、その生活態度は、出実合見。 現実そのものであり、両家の子女が将来を思い、教育と生活訓練のために託されることも多く、例えば、ヘントのベギンホフを描いた図版などを見ると、ベギンホフの広大な敷地に、清掃した都市貴族なのか市民が訪れ、あたかも見合いのための社交の場を提している。他方で、共同体制員の結婚を祝福しないかのような、文言を刻んだ札を掲げるベギンホフセ両院。 結婚を物理的に難しくする規約の存在なども確認できることから、通俗的に言われる共同体を出れば結婚もできたに関しては、地域差も去ることながら、時代差などを慎重に考慮した上で実態を把握すべき問題であろう。試みに見合いの場とかしているかの様相を提しているのは、近代に入ってからの図判である上、ベルギー全域からの出身者を集めていたことで、 例外的な変とのベギンホフのものであることから、この一枚をもって全体を理解して良いのかという問題はある。快則などを見ると、男性と同席しての食事などが禁止の対象となっており、看護に当たる場合も、訪問看護は二人一組で二人で行動するのは、もちろん看護名目で男性と不適切な関係になるなどを避けるためであり、路上など、 公共の場所も含め再現内おしゃべりにうつつを抜かすためではない。当時にあっても女性の悪徳の最たるものはおしゃべりとされており、街中で倉だない話にうつつを抜かす女性はそれだけで評判を危うくしたなどの規定が設けられており、風紀と評判を守るために最大限の努力がされていた。会員の霊的生活の質の高さは、 神秘思想科クデブルクのメヒティルト等の著作に見ることができる。ありがとうございます。